こんにちは、宮坂穂杖です。今日もお聞きいただきありがとうございます。先日サンクスギビングの日、11月26日ですね。私は天国からはじめが私のところにやってきて、はじめに朝を起こされました。はじめに会うことができたんです。とっても嬉しくて、とっても温かくて、もう本当に嬉しかったです。はじめが亡くなってもう5年も経ったんですけれども、一度もはじめに会えることなく、スピリットとして私の近くにいることは分かっていても、はじめの顔を真ん前に見ることができなかったんですね。でも11月26日の朝、はじめは私のベッドサイドにやってきました。そしてすごくにこやかに笑ってくれて、お母さんって言って私を起こしてくれたんですね。私は目を開けると前にはじめがいたんです。はじめの笑顔がそこにありました。ああ、はじめだ、はじめに会えたんだ、本当にはじめなのっていう感じでした。でも僕だよって言ってくれて、そして私をハグしてくれました。私もはじめをハグしました。その時にはじめの髪の毛を触った感触、はじめの体を抱きしめた感触はずっと残っています。私の手の中にはじめがいたんです。とっても嬉しくて、はじめといろんな話をしました。その中の一つに、はじめは天国に行って嫌なことはないって聞いたら、はじめは天国だから嫌なことなんて一つもないよ、大丈夫だよってニコニコといつものはじめの口調で私に話しかけていました。すごく不思議な感覚でした。光の中にはじめがいるような感覚があって、その間は本当に温かな感じが流れていました。どれぐらい喋っていたのか私もよく覚えてないのですが、話してる期間はとっても長かったように感じたんですけれども、でもなんかすぐ終わっちゃうというか、私は何かどこかに行かなくちゃいけないっていう思いがあったのか、もうお母さんは行かなくちゃいけないのって初めに伝えたんですね。初めはそっか、でもまた会えるよ、またお母さんに会えるからねって言って、はじめは今回だけじゃないよっていうことを私に伝えて、そして天国へと帰っていきました。はじめからもらったこの温かな感覚は私の心にすごくこうエネルギーを与えてくれて、これからの生きる力を持たせてくれたように感じます。はじめに会えるなんて本当に私自身今まで頑張ってきてよかった、はじめにお母さんありがとうって言ってもらえてよかった、もう本当に最高の時を過ごすことができました。こんな経験を皆さんどう感じるか、いろんな賛否両論あると思いますが、私自身とても幸せでした。これからも頑張って生きていこうと思います。今日はこんなお話をしようと思ってカメラの前に立ちました。皆さんお聞きいただきありがとうございました。